皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。この間何遍もお伝えしているヌモンハン事件についてですが、今日はソ連側から見た溥儀工事の戦いについて簡単に、概説をしておこうと思います。前にも述べましたように、溥儀工事というのは日本陸軍の第23師団、これがこのヌモンハン地域の全般をですね担当している部隊だったんですが、そのうち の捜索連隊を軸にした文献隊がですね、このヌモンハンの戦場の一番北に位置する高い位置、標高721メートルなんですけどね、その後ろの721の後ろを取って溥儀工事と呼ばれる地域に布陣して、北翼を守っていたわけです。1939年の8月20日からこの地域から日本軍を一掃するために、総攻勢をかけることになったソビエト、モンゴルの合同部隊はですね、北と南に打撃兵力を配置して、一気にそこを突破して、実はこれ図を見ていただくと、この真ん中に書いてあるのはこれハルハ川というね、川なんですけれども、この川から約そうですね、40キロぐらい離れたところにヌモンハンブルドオボーというね、ヌモンハンという場所にあるその道祖神の場所があるんですが、そこに向かって、南北から突破して日本軍を包囲殲滅すると、包囲を閉じようという作戦だったんですが、ところが北翼ではですね、この伊予騎隊兵力は800人なんですね。もともとのその捜索連隊が600人に加えて、増援部隊で、速射砲、戦車を、まあ、射撃する部隊ですけど、速射砲の部隊であるとか、あるいは歩兵部隊の一部増強したものを配置して800人が配置されてました。でこの部隊は7月の初めからずっとですね、陣地を作って、三角形、これ三角形書いてみましたけどね、三角形の防御陣地を作って守っていたんですが、ここに向けてですね、ソビエト軍は一気に突破するために第82狙撃師団といいます。まあ歩兵師団のことですけどね、第82狙撃師団の主力部隊、それからこの 下に実は第36自動車化狙撃師団っていうのがいるんですが、ここから一つ一個連隊分けてきまして、601狙撃連隊、歩兵連隊のことですが、これを増強した全体としてこの溥儀工事に向けた部隊は兵力5000人以上をですね、800人の部隊に向けて、攻撃させることになったわけです。合わせてですね、これは突破兵力ですけども、第11戦車旅団というのがありました。これのうちの2個大隊をこの地域から突破させるという任務で初め配置につけて、その後ろにさらに大きな砲兵連隊を置いてですね、支援砲火を加えるということで、砲兵でうんとこの陣地を叩いて、実は前に説明した通りですね、この陣地は川が流れていて大きな谷間になっております。でバインツァガンというところも非常に標高高いところで、ここと同じぐらいの高さ、700数十メートルの高さがあるんですが、だいたい落差で40メートルから50メートル下がったところに川が流れています。こう谷間を越えてですね、この高地の上にあるこの陣地を攻め落とそうとしたわけなんです。でこの攻撃にあたってはソビエト軍は非常に周到な準備を行って、まあ、攻撃の時期を悟られないように、防御陣地を作ってみたり、あるいはその欺瞞の音を出してですね、部隊の移動を隠すということを徹底して行ったわけなんですね。日本側もですね、冬より前にはもう攻撃がないだろうということで落ち着いていたんですけども、20日にですね、急遽ですね、ソビエト空軍の大編隊がやってきて爆弾を落とし、さらに重砲がずっとこのバインツァガンの地域、あるいはこっちのハルハ川に密かに渡した地域に配置されて、日本軍の陣地に、砲弾の雨を降らしたわけなんですね。この溥儀工事は特にですね、北側からこう突破して包囲するということで攻撃が強化されて、1分間に平均8発の着弾がこの日本軍の陣地に、800人しか守っていない陣地に降り注いだとされています。で攻撃をしたんですけれども、
実はこのフリーコーチというのは実は何の変哲もないこうなだらかなですね、斜面の草原なんですけれども遮蔽物がないんで非常にいざ攻撃を始めてみるとソビエト側は苦労したわけなんです。でこのですね、ことについて実はソビエト側の交換戦士があります。これはですね実は日本語訳なんですけどね、第二次世界大戦史、ソ連共産党中央委員会付属のマルクス・レーニン主義研究所というところが編纂した一番ソビエト時代ではですね権威の高い戦士で、出た時期はフルシチョフ時代なんでね、比較的率直に書いてあります。これによりますとですね、このフイコーチを攻めた部隊はイヴェ・シェブニコフ大佐、これは実はですね第82狙撃師団の師団長であります。シェブニコフ大佐指揮下の北集団は第11戦車旅団2個大隊、第7装甲を装甲車旅団、これは南からフイコーチを攻める部隊ですね。それから第36狙撃師団から分属された第601狙撃連隊、歩兵連隊のことです。それから実はこの北にですね補助攻撃を行うモンゴル第6騎兵師団、こういうものがあった上に直接ですね、前進して日本軍、実はこの陽気下に数台ですけど戦車と装甲車がいました。それに対抗するために第87ソビエトの対戦車砲大隊が配置され、さらにこれを支援する重砲連隊があって、これが北集団を構成したんですね。でこの部隊は日本軍部隊の後方にこの部分をですね突破して、迅速にノモンハンブルドオボ、さっき申しましたノモンハンのですね、ノモンハンという場所にあるその道祖神、この地域に向けて突破し包囲網を閉ざす任務を重ねていたんですね。で大体ですね1日かけて、圧倒的な戦力ですから1日で、これを突破するという予定だったんですが、ところが日本側の抵抗がですね極めて必要で、非常に苦労するわけなんですね。こういうふうに書かれています。北集団は迅速果敢な攻撃によって日本軍の2個騎兵連隊、これは日本軍ではなくて満州国軍なんですけどね、これがこの北側にいたんですが、これを国境線の外に撃退し、8月20日、日本軍の第一線陣地を攻略し、封威高地に位置した強力な抵抗中心地の間近に迫った。北と南から迫ったわけですね。で、この高地を一気に攻略しようとする試みはついに成功するに至らなかった。北集団部隊はその主力を展開せざるを得なかった。要するに、突破できないんでこう包囲したわけですね。それで、激戦が始まり、日本軍は必死の抵抗を示しソビエト軍の攻撃を撃退した。当初の攻撃は目標を達成しないでソビエト軍は撃退されてしまったんですね。で実はこのことについてですね、ノモンハン事件の際にこの攻勢を指揮していた 最高司令官のジューコフは大変激怒してですね、これ実はジューコフとフルシチョフってめんどくさいんですけど喧嘩してたんで、この時期はですねジューコフの名前も出てこないんですけど、このシェブニコフ大佐、第82狙撃師団の師団長ですね、2日目には解任しちゃうんです。解任して別 の自分の司令部から指揮官を派遣して、でさらにですね、これ書いてありますけれども、自分の司令部の後ろにですね第2波、第3波で使う予定のですね予備兵力がいたわけです。第6戦車旅団、それから第212空挺旅団というのがいました。おそらくその空挺旅団というのはパラシュート部隊なんですね。場合によっちゃこの日本軍の後方に降下させるということを考えていたんですが、あまりにもここがですね攻めが硬いんで、攻めにくいんで、この精鋭部隊である空挺部隊、空挺部隊は何度も申してますけども、各国とも訓練の行き届いて実際に戦う上でも非常に強い部隊です。これをですねこの地域に投入したわけです。これが8月20日から攻勢が始まり8月21日の状況です。この予備兵力の高地の場所の司令部ハマルダバーというところから
約30キロの地点にこの不意コーチありますが、30キロをですね、こうやって送り込んで、攻撃をかけさせたわけです。そこからの攻撃が非常に激烈な戦いになったわけですね。で、日本軍は三角形の陣地一辺約800メートルで、その内側にはですね、様々な退避壕も作られて、うまく砲撃が来てもですね、おとり陣地に着弾させて、本体が隠れるという上手な戦いを行ってですね、なるべく損害を避けながら、ソビエト軍の歩兵が突撃してきたらですね、急遽その退避壕から出てきて射撃を加えて撃退するってことを繰り返してたわけなんです。で、今度ですね、この空挺部隊が来てからですね、砲撃の間にですね、ソビエト軍部隊は前進しながら壕を掘って、なるべく穴を掘りながら日本の軍隊に近づいてですね、砲撃がやんだらそこから一気に突撃して日本軍の陣地に突入し、射撃戦をするという戦いを繰り返したわけなんです。そういう戦いをなんとか繰り返してですね、23日いっぱいかけてなんとかこの地域をほぼ制圧したんですが、伊予市隊その時点で120数人生きてまして、その時点で、退却するということを決意したわけなんです。で、非常にですね、激しい戦いで、ソビエトのその師団長が更迭されるような戦い、で、この原因についてですね、実は後で、ソビエト軍の司令部参謀本部ですね、停戦になってから分析しております。実はですね、このノモンハン事件全体を考える上でも大事な点なんですけども、この36自動車加速撃連隊っていうのはシベリアの土着部隊なんですね。どれも土着部隊なんですけども、これが一番精鋭部隊ではあったわけなんです。非常に装備も良くて、実はこの部隊、このノモンハンの経験をしたままですね、今度は約2年後にですね、モスクワ攻防戦にも投入されて大活躍をする部隊です。ノモンハンの時の実戦経験が大変役に立ったと言われています。その時は師団長が戦死していますけどもね。しかし一方ですね、この82狙撃師団というのは後で、ソビエトの司令部の中でも議論がされた際に問題になったのは、予備役兵の部隊だったんですね。予備役兵っていうのは何かっていうと、徴兵されて、除隊した後ですね、予備役登録をさせて、普段はまあ労働者であるとか農民として働いてるんですけど、有事があると召集されましてね、約2週間の訓練で、訓練を経て、送られるわけなんです。しかし大体においてですね、平均年齢高くなっちゃうんですね。25歳以上か、下手すれば30代以上が兵隊として戦ってるわけなんです。そうなるとですね、体力がやっぱり衰えてきましてね、このノモンハンの話をするときに、またこれ別にやろうと思ってますけどね、非常にソビエト軍の補給線長かったんですね。ボルジアっていうですね、シベリア鉄道の駅から約800キロ、このノモンハンの戦場まであるわけなんです。で、ソビエトの歩兵はですね、基本的にこの距離を全部歩いて、この戦場に到達したんですね。なんで歩かなきゃならなかったか。トラックいっぱいあったんですけどね、トラックは水もない、燃料もない中で、あるいは弾薬も含めてですね、全部そのトラックなどは、およそですね、最近の調べで分かってきました。私はこれ、この交換戦士では3000台のトラック使ったって言ったんですけども、それを私、自分の著作でも引いてますけども、延べ数で部隊に元からあったのも含めて9000台のトラックがですね、輸送活動に従事していたことが最近分かりました。1トラックがですね、往復するのに最低1週間以上かかってる。1日何百キロも走れないんですよ。当時のトラックっていうのはね、壊れちゃいますから、途中で補給や燃料補給や、あるいは修理のね、ポイントを作って、泊まりながら行くっていう感じですね、整備しながらね。で、そのトラックですら値を上げるところですね、1日だいたい全部の装備を背負って30キロ内外、だいたい歩兵っていうのは当時ですね、自分の所在道具、武器も含めて持つと40キロあるんですね。40キロの荷物を背負って800キロ歩かした歩兵をここで戦わしちゃったわけなんですよ。おまけに高齢者だということなんで、それでやっぱりね、日本軍の歩兵の方がやっぱり当時強かったんでね、なかなか勝てなかったんじゃないか言われてるわけなんです。まあ、そういう事情の中でですね、圧倒的な火力ですね、火力と
戦車部隊、装甲車部隊多数をですね投入しながら、最後はですね歩兵としても強い、この人たちは空輸されてきたそうです、空あの要するに空挺部隊だから飛行機乗ってねここに、到着したようなんですけど、空輸されてきた、体力もあるし気力もあるし十分に若い、訓練の行き届いた部隊を投入して、ようやくこの予期死隊をやっつけることができた、やっぱりですね練度の高い、あるいは巧みにですね、防御陣地を作った部隊というのは数倍する敵をですね、十分防ぐことができるんだという点ではね、非常にこれは教訓多い戦いだということもソビエト側の資料からも分かるんじゃないかなと思いました。ソビエトから見てもこのフイコーチ、彼らから言うとねパレツコーチってですね、私この間ノーモンハンで出会ったですねロシアの遺骨収集団とも話して、このパレツコーチで、我々が収集したですねソビエト兵士の遺品をですね引き渡して非常に喜ばれました。で非常に彼らもですねこのパレツコーチの戦いっていうのはね、重視しているところです。こういう交流も含めてですね、このノモンハの戦いっていうのはね、今のロシアと日本とそしてモンゴルにとってどういう意義があった戦いなのか、まあ意味がないって言ったらねないんですけどもね、この地域ってのは実はこの遊牧民の水場としてのこのハルハ川ってのは非常にね、取り合いの焦点になったっていうのは間違いないんですね。そういう中で数万人の兵士が死んでいく戦いのこういう実相を明らかにしていくことが大事じゃないかというのが私の今のノモンハ研究の思いであります。今回は以上にいたします。どうもありがとうございます。